春白井です。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。新年早々ですけれども、1月の4日から、元八田駅前のレンタルスペース宝石箱というギャラリーでですね、今写真展を開催しております。タイトル、ママガワ式典 in 宝石箱ということで、宝石箱のギャラリー内がですね、市川の写真でいっぱい埋め尽くされて、まさに市川の宝石箱っていう感じになっております。入って右手の壁がですね、ママガワの四季の風景を再展示してまして、こちらが春夏秋となってます。で、奥、左手の奥の方がですね、ママガワの冬の風景ということで展示して、でそれに加えてですね、猫ちゃんとかレッサーパンダとか生き物の写真、にぎわいが戻ってきたということで、お祭りの風景を集めております。もう一つの見どころとして、歌川広重の浮世絵を2点合わせて展示をしております。この2枚と同じ、ほぼ同じ場所で浮世絵が江戸時代に描かれている、そういう歴史的なものも感じられるっていう展示になってますので、そういうね、対象ができるっていうのは、市川が歴史と文化がずっと面々と受け継がれている町だっていうことが分かるってことで、そういったことも合わせて楽しんでいただけると面白いかなと思います。本当に盛りだくさんになってますので、ぜひ楽しんでいただければ幸いです。7日までやってますので、よかったらお越しください。よろしくお願いいたします。